2020年12月23日水曜日、新聞のコラムの音読を行います。今日の三経妙の表題は、政治家に向いている性格クエスチョン。久野藤一郎さん。では音読します。性格的に自分は政治家に向いていない。平成12年6月、愛知八区選出の自民党衆議院議員だった久野藤一郎さんは、地元の会合で突然引退を表明する。郵政省を務めた父親の忠治さんの後継として10年前に政界入りした二世議員だった。父子合わせて約50年間選挙区を守ってきた。次の選挙に勝てば初入閣との期待の声もあっただけに、地元では大騒ぎとなる。そもそも政治家に向かないという理由で議員を引退するのは前代未聞である。自民党の吉川貴盛元農林水産省70歳が議員辞職した。こちらは健康問題というありふれた理由である。確かに吉川氏は慢性心不全などで入院治療を受けている。とはいえ、とても額面通りに受け取るわけにはいかない。吉川氏は農林水産省在任中、鶏卵生産大手アキタフーズ元代表から大臣室などで計500万円の現金を受け取ったとの疑惑の真っ只中にいる。昨日の少子は関係者のへの取材から、現金の受領を認めていると報じていた。スキャンダルが発覚すると病院に逃げ込む政治家をこれまでも多く見てきた。桜を見る会の問題では、安倍晋三前首相が東京地検特捜部の事情聴取を受けている。菅義偉首相ももはや法かぶりが許される段階ではないと覚悟しているはずである。久野さんは今年1月に
82歳で亡くなった小林照之さんによるノンフィクション政治家辞めますの中で、久野さんは議員時代、金に関して普通の感覚が麻痺していたと告白している。一方で一国の首相をコケにするような政治報道にも違和感を覚えていた。ここまで来たら叩くよりおだてあげたらと久野さんは言うけれど、さすがにそこまでの度量は持てそうにない。以上で音読を終わります。令和2年12月23日水曜日、三経妙の音読を終わります。新聞の一面、安倍前首相不起訴見通し、秘書略式起訴へという新聞の記事です。東京地検、政治家はわからない。以上です。またねー。